産党の井上聡で君。集団的自衛権行使容認の問題でお聞きいたします。7月1日の閣議決定は、えー、海外で憲法9条の下では海外で武力行使は許されないとしてきた政府見解を180度転換し、海外で戦争する国へと道を開くものになっております。で政府はこれ歯止めがかかってるんだと 再現なく広がるものではないとこ,うこの間、答弁をしてきたけれども、果たしてそうなのか、あの予算委員会で横畑、えー、内閣法制局長官がこれは公明党への答弁でありましたが、集団的自衛権行使の3要件について、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことが明らかな状況と、こういうふうに述べました。 これで歯止めがかかったというわけでありますがこれ当てはまると判断するのは時の政権でありますしかも総理はです、ね、その時の経済状況と日本の経済に与える打撃を勘案しながら総合的に判断とか日米同盟は視覚的に重要だから日米同盟の関係において起こりうる事態については三要件に当てはまる可能性は高いなどと答弁をされております。これでは結局 再現なく拡大をすることになるわけですね。で、防衛大臣もホルムズ海峡が嫌い封鎖された場合は、武力行使である嫌い封鎖活動も行うると、こうされておりますが、この嫌い封鎖による経済的影響というのは確かに重大であります。しかしかそれはですね あらゆる外交的努力で打開をすることが必要な問題だと考えるんですね、なぜこの嫌雷封鎖が、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことが明らかな状況と言えるんでしょうかえと、江藤防衛大臣、えー。お答えさせていただきたいと思います。 まずあの、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合にいかなる事態がこれにより我が国の存立が脅かされ国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するかは現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して主に 攻撃国の意思・能力、事態の発生場所、事態の規模、対応、推移などの要素を総合的に考慮いたしまして、我が国に戦艦を及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから、客観的、合理的に判断することとなるわけであります。また、海洋国家であります我が国にとりまして、 国民生活に必要不可欠な資源や食料等を輸送する船舶の安全確保というものは極めて重要であるわけであります。ホルムズ海峡は我が国の輸入する原油の約8割、そして天然ガスの2割強が通過しておりまして、同海峡は我が国のエネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路ともなっております。仮に 同海峡の地域で紛争が発生し、機雷が施設された場合におきましては、我が国の石油備蓄というものは約半年分あるとはいえ、この機雷というものが除去されなければ、そこに危険というものはそのまま存続し続けるわけであります。同海峡を経由した石油供給が回復しなければ、世界的な石油の供給不足が生じます。 これにより我が国の国民生活に死活的な影響が生じまた我が国の存立が脅かされ国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じ得るわけであります経済は国家の存立の基盤でありましてこの基盤自体が脅かされるかどうかについても判断,判断の対象になると考えておりますけれどもいずれにいたしましても あの新三要件を満たすか否かということが、実際に発生した事態の個別的、具体的な状況に即しまして、政府がすべての情報を総合的に、客観的、合理的に判断するということになろうかと思っております。井上聡君、あの、経済的な打撃が重大だということは、誰も否定しないでしょう、しかしそれがですね、武力攻撃を受けた場合と同様だということになりますとですね、 まあ、かつて、まん毛は日本の生命線とかあ、自尊自衛とかといって、えー、経済問題で海外に軍隊を送ってきたことでやはり重なってくると私は思うんですねで、この問題は与党候補協議でも議論になってきた問題でありますが、えー、石川政務官にお聞きしますが、まあ、公明党としても集団的自衛権の行使として、このホルムズ海峡における機雷総会活動に参加することはあり得ると、まあ、こういうお立場でしょうか。 石川防衛大臣政務官お答え申し上げます えー、まあ先生からのご質問あの公明党の立場はどうなのかというご質問かとあの理解をいたしましたが、あの大変恐縮でございますが、あの本委員会にはあの政府の一員として、えー、防衛省の政務官としてお招きをいただいておりまして、えー、特定の政党の立場をこの場でこの席からまあ答弁として述べることはまあ差し替えなければならないということはご理解を賜りたいというふうに思っております。フ、え、ォー,ホールムズ会議におけるまあ嫌いの不設に関するまあ政府の立場といたしましては、先ほど大臣から。 ご答弁がありましたとおり、現場で発生した事態の個別、具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して、客観的、合理的に判断することとなりますけれども、あくまでも、えー、審査要件を満たす場合には、えー、すなわち、えー、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、および幸福の追求の権利が根底から覆される、明白な危険がある場合、 またこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他の適当な手,が手段がないとき、また必要最小限度の実力の行使と、この震災要求を満たす場合には許容され、満たさない場合には許容されないものと考えております。こうした考え方につきまして、与党の間で異なることはないものと考えております。井上聡君。えー、最後に、与党の間で異なることはないとおっしゃいましたから、つまり三要件に当てはまれば、 行使がでできるととといいうう立場だということで、えー、確認をいたしましま与党協議やその前からは、ですね、えー、このホルムズ海峡の、まあ、こういう,う,う嫌雷封鎖などの場合の行使については、否定的だというふうに言われておりましたけれども、まあ、閣議決定前にすでに歯止めがなくなったのかなと思って今、お聞きしておりました、でさらにですね総理はあの総会活動の途中に国連安保理決議が採択をされ、 集団的安全保障になった場合について、これ、3要件が合う状況であれば続けていくとか、集団的安全保障に変わったら、自衛隊はもうやめなければいけないというのは、極めて馬鹿げた議論だと、こうまで述べられて、集団安全保障における武力行使を行うことも明言をされております。で武武力力による威嚇またははの行使は 国際紛争、解決手段としては永久にこれを放棄するとした憲法9条の下で、まあ、なぜこの国際的な武力制裁である集団安全保障措置としての武力行使ができるということになるんでしょうか江と防衛大臣、えー。お答えさせていただきたいと思います。あのののののの今回のこの閣議決定ととといいうものは憲法と国連の集団安全保障措置との関係について 従来からの考え方というものを何ら変更するものではございません例えば我が国に対する武力攻撃が発生した場合自衛隊は個別自衛権に基づきまして武力を行使して自衛の措置を取ることというふうになるわけでありますその後国連安保理が日本を助けるために武力行使を容認する決議を採択して国際法上の武力行使の根拠が 国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になったといたしましても、我が国に対する武力攻撃が続いている限り、自衛隊が活動を止めるということはありえないわけであります。同様に、新三要件を満たしている場合におきまして、我が国が集団的自衛権の行使に当たる武力の行使を行っている際に、その後に、 国連安保理が武力行使を容認する決議を採択し、国際法上の武力行使の根拠が国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になったといたしましても、新三要件を満たしている限り、自衛隊が活動を止めるということもありません。このように憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまでも新三要件を満たす場合に限定されます。 これは国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国連安保理決議が採択され、その根拠が集団安全保障となる場合でも変わらないというふうに考えております。上井上聡君。あの冒頭、従来の考えを変更したものではないとおっしゃいましたけれども、従来の政府の立場は集団的自衛権の行使は憲法基準をできないし、当然、集団安全保障もの行使もできないという立場でありまして、 百でで変更されてるんですよ私今おっしゃいましたけども、集団的自衛権というのは、国連憲章上もです、ねえー、安保理が措置を取るまでの間、限定的に許されたものなわけですね、ですから、安保理決議があっ,たあってもです、ね、集団的自衛権を理由に行ってきた行使が辞めることはありえないということはです、ね、私は、救助を持つ国としてはありえない、奇、まあ、弁だと思います。 この点も、えー、石川政務官お聞きしますけれども、えー、与党協議をこれも積み重ねてこられましたけれども、この点、集団安全保障における武力行使を行うことも、与党間での食い違いはないと、こういうことでよろしいでしょうか。石川大大臣臣政務官たただいままからご答弁ののありましたとおりし今回の 閣議決定は憲法と国連の集団安全保障措置との関係について、従来からの考え方を何ら変更するものでは、えー、ございません。 武力の行使が許容されるのは、あくまで審査要件を満たす場合に限定されておりまして、これは国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国連安保理決議が採択され、その根拠が集団安全保障となる場合でも、変わらないものと考えております。こうした考え方は与党との間で異なることはないものと考えております。上す井上聡君、えー。集団安全保障の参加についてはですね、 閣議決定以降も、際限なく広がるものではないかというような声も、公明党幹部からの発言など報道されておりますが、まあ、この点も与党同じ立場だといわれますとです、ね、結局、いよいよ何の歯止めもないと、結局その時の政権によってです、ね、支持的な判断がどん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 広がっていくということがです、ね、私は改めて明らかになったと思います。でさらにです、ね、政府は この自衛権を行使する場合には、まあ、国会に承認を求めることが歯止めになると強調をされておりますでこの3要件を満たしたと、えー、判断をする根拠となる情報について、まあ、総理は予算委員会で、えー、国会や国民に適切に公開し理解を得ることは極めて重要だというふうに答弁をされておりますしかしながらですね、えー、この情報が特定秘密に指定をされたことによって国民に公開されないと いいうこととが起きるんではないかとで予算委員会ではあの、独立公文書管理官がしっかりチェックをするという旨の答弁もありましたが、えー、大臣に対してのおこのお税制を要求する権限もない、えー、この管理官で、果たしてそういうことができるのか、葉、え、梨、ー、副大臣期待でまずいかがでしょうか話内閣副大臣。お答えいたします。 あの特定秘密保護法では特定秘密に指定できる情報は法律の別表に定められた防衛外交など4分野の事項に関する情報で公になっていないもののうちその漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため特に取得することが必要である情報に限られます個別の情報が特定秘密に指定されるかどうかこれはその情報の具体的内容と指定の際の安全保障環境に基づき 行政機関の長が判断すすることとなりますお尋ねの内閣府に設置される独立公文書管理官は各行政機関の長が特定秘密を指定した場合指定した行政機関の長とは別の立場から指定等の適否を検証観察することになります具体的にはこの独立公文書管理官については内閣府本部組織令第8条に第6項を追加し 独立公文書管理官は特定秘密の保護に関する法律不足第9条に規定する独立した公正な立場において行政機関の庁による特定秘密の指定解除等の適正を確保するための事務を総括整理する旨、規定しております。また、運用基準、閣議決定でございますけれども、は、この検証・観察のを適切に行うことができるよう、各行政機関の庁に対して資料要求や実地調査を行い、 不適切な指定等ににしてては是正要求を行う権限が独立公文書館に与えられておりますあの。この運用基準で、独立公文書館の事務や各行政機関の庁との関連について詳細に規定しております、この閣議決定で定められておるところであり、各行政機関はこれに従わなければならないことから、独立公文書管理官によるチェック機能は有効に働くものと考えております。以上でございます。 井上聡君、えー、予算委員会の答弁ではです、ね、総理は、まあ、そういう今のようなことを踏まえた上で、まあ、管理官に提供されない場合は極めて限られると、こういうふうに言われておりますが、逆に言えば、あ結局、そういうことを要求しても、各省庁の大臣が最終的にはやはり拒むこともあり得ると、こういうことなわけです葉、ね、梨副大臣。あの 重ねてお答えすることになりますけれども、あのこの、まあ、運用基準において、この検証・観察が適,当適切に行うことができるように、まあ、使用要求や実地調査を行い、不適切な指定等に対して是正要求を行う権限が、あの独立公文書管理官に与えられているというところでございまして、あの今おっしゃられましたようなあの、ご懸念の部分はですね、あのまあ、私は、あの この独立公文書管理官がしっかりとしたチェックを行っていけるものだ有効なものであるというふうに考えています。井上聡君。管理官がですね、そういうことを求めて、大臣の側からこうこうこういうことで公開はできませんということを署名をすると、その結果、明らかにされないということがあるんじゃないですか。 話副大臣この特定秘密保護法、あの第10条第1項に基づいて行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぶ恐れがないとは認められないときに内閣府独立公文書管理官に等に特定秘密が提供されないということはありえます。ただし運用基準において 各行政機関が内閣府独立公文書管理官等からの提供の求めに応じない場合は、その理由を署名しなければならない旨定めております。その理由の妥当性も内閣府独立公文書管理官により確認がなされるため、特定秘密の漏洩の恐れがないにもかかわらず、内閣府独立公文書管理官に特定秘密が提供されない場合は、極めて限定されるものと考えております。なお仮に、 特定秘密が提供されない場合には、行政機関に対し、特定秘密を明らかにしない形で、特定秘密の指定等の必要性の説明を求めるなどによって、実効的に検証、観察などを行うことができるものと考えております。井上聡君、えー。あり得るということなわけですね。で、もともととこの… 独立公文書管理官は審議官級でありまして、大臣が特定秘密したものをチェックできるか自身が甚ははだ疑問であります。いずれにしてもです、ね、この3要件に、集団事件行使の3要件に当てはまるというその情報が特定秘密に指定をされているという場合にはです、ね、は国会にも明らかにされないということになるわけですね。 ではどうやって、えー、国会は判断をするのかと、判断する公共になる情報すらも示されないままで、どうしてこれが国会の承認という歯止めになるのか、これ、えー、江戸大臣、いかがでしょうか江戸防衛大臣あの。お答えさせていただきたいと思いますけれども、まずこの特定秘密の指定につきましては、えー、対象となります情報につきまして、特定秘密保護法に規定する要件を。 満たすかどうかということで個別具体的な状況により即して判断する必要があるわけでありましてでまた、政府といたしましてはある事態が審査員要求を満たすとの判断に至った場合においてはそのような事実を含めた情勢認識などの情報を国会や国民の皆様方に適切に公開いたしましてそのご理解を得ていくことが極めて重要であるというふうに我々は考えているところでございます。 井上聡君それは、まあ、女性認識も示さずにです、ね、判断などはあ求めるはずがないわけでありまして、その具体的な情報はなんなのか、あのイラク戦争をです、ね、指示を小泉内閣がしたときにです、ね、大量破壊兵器があると言って、アメリカの攻撃を指示をしたわけですよ、なぜそういう間違った判断をしたのか、どういう情報がアメリカからも持たされて、どういう判断をしたのか、われわれ検証するように求めてきましたがいまだにされてないわけですね、特定秘密保護なくたってこうだったわけですよ。 これが、この新しい法のもとで、が成功されるならば、どういうことになるのか、ますます情報が隠される。私はこの点でも、全く歯止めが効かないと、こう思います。核決定は、撤回をすべきだということを求めておきたいと思います。その上で次に、あの、オスプレイの、自衛隊配備の問題につきますが、まず、あの、先日ペルシャ湾で、MV-22B オスプレイが動力しなって、 飛び降りた乗組員が死亡するという事故が起きましたけれども、この原因は明らかにされたんでしょうか。黒江防衛政策局長今、先生、ご指摘の件でございますが、米国防省の発表によれば、平成26年10月1日、現地時間でございますけれども、ペルシャ湾の北部において、米海兵隊の MV22 オスプレイ1機が、強襲揚陸艦マキンアイランドから発艦する際、 一時的に動力が低下した事案があったということを承知しておりますなおこの同期はその後動力を回復をいたしまして無事着艦をしたと承知をいたしておりますなおその際あの同期にはパイロット2名を含む4名が搭乗しておったわけですが機体が海面に向かって一時的に降下した際にパイロット以外の搭乗員2名が海中に飛び込み 一名は救助されたがもう一名は行方不明となり死亡が認定されたとこういう件であると承知しております。防衛省といたしました現在米側に対して本件に関わる情報の提供もおし入れているところでございます。井上聡くん、えー。まだ事故原因は明らかになってないわけであります。まあこのスプレーが開発段階からさまざまな事故を起こしてきたわけでありますが。 この中規模ではですね、このオスプレイ17機を自衛隊にも配備することを明記をして、その配備先を佐賀空港にするということで、地元へ申し入れがされております。で、メタバル駐屯地の約50機のヘリも移駐させるということでありますが、合わせて約70機の配備となるわけでありますが、その結果、この佐賀、そのそのおりやられた場合ですね、佐賀空港のこう自衛隊機の年間の着陸回数というのは、どんだけになるんでしょうか。 黒江防衛政策局長お尋ねの自衛隊機による佐賀空港利用の頻度でございますけれども防衛省では平成三十一年度を目途に佐賀空港の西側に駐機場や格納庫等を整備しましてメタバル駐屯地から移駐する約五十機のヘリコプターと今ご指摘ありました新規に取得,得いたしますティルトローター機と合わせて 約70機の航空機を配備するということを計画いたしておりますでこれらあの約70機の航空機を運用した場合現時点の見積もりということでございますが年間約290日程度1日当たり60回程度年間でトータルいたしますと約1万7000回程度の離着陸が行われるものと見積もっておりますなおあのこの見積もりにつきましては あの、導入予定が三十一年度ということでございますので実際の教育訓練の詳細でありますとかあるいはその休館輸送などの将来の任務の頻度といったものを現在その現時点で正確に予測するというのは困難でございますですのでメタバル駐屯地におきます現在の年間約一万二千回という離着陸回数の実績 あるいはあの先ほど申し上げました七十機という佐賀空港への配備期数といったものをもとに算定したという、そういう数字でございます上井上聡君、まあ、着陸回数で言いますと、約半分の八千五百回程度になるんだろうと思います。で今あの、佐賀空港の民間機の着陸回数は二千十三年度で四千九十七回なんですね、つまり民間空港でありながら、まあ、自衛隊の運用の方が民間機の倍になると、こういう姿になります。 でお聞きしますけれども、同様に民間,民間と自衛隊が共用している那覇、小松、秋田、それぞれの空港で、自衛隊機と民間機の着陸回数はどのようになっているでしょうか。宮山運用企画局長。お答え申し上げます、今あの、先生のお尋ねありました3つの空港でございますが、あのまず、那覇空港でございますけれども。<laughs> これはの国土交通省の集計による25年、平成25年のデータを申し上げますが、えー、那覇空港の年間着陸回数自衛隊機が1万304回民間機は6万3345回となっておりますで同様に秋田空港の25年これも国土交通省集計ですが自衛隊機が911回民間機が8464回となっております もう一つお尋ねの小松空港でございます小松空港につきましてはあの国土民間機につきましては国土交通省の集計がございまして着陸回数8890回となっておりますなお自衛隊機については着陸回数は集計をしておりませんけれども飛行場を離着陸する航空機及び飛行場近傍を 通過する航空機等に管制上対応した回数を管制回数として集計しておりまして、25年度の自衛隊機に関するう年間管制回数は1万6794回となっております井上聡君。えー、小松の管制回数は離着陸を数えているということですが、これも約半分がおおむね着陸回数になるんだろうと思いますから、まあ、8000回台だと思われるわけですすね、まあ、そうしますとですね。 えー、この自衛隊の小松空港でありながらであっても民間機とほぼ一緒ということでありますからその佐賀民間空港である佐賀がですね民間機よりも自衛隊の方が倍ということはですね本当に異様な姿になると思うんですね、でこの自衛隊機のオスプレイはこのガり込み部隊と言われているこのアメリカ海兵隊をモデルとして、まあ、水陸両用部隊と一体になって運用するものでありますから専守防衛とはかけ離れたものだと思うんですね。 でこの佐賀空港自身は非常に努力をされて、えー、この間、発着回数を増やしてきたと、えー、ここがですね、えー、軍事基地化されることに大きな不安の声が上がっております、でこの空港建設にあたっては、えー、漁協と佐賀県が交わした公害防止協定の覚書の付属文書に、県は佐賀空港を自衛隊と共有するような考えを持ってないと明記をされておるわけでありますが、この経緯と重みについては、防衛大臣、どう認識をされているでしょうか。江戸防衛大臣。 お答えしたえー、させていただきます平成2年の3月に佐賀県と有明海漁協協同組合連合会との間におきまして空港建設及び共用に際し公害を未然に防止し環境基準の維持に努めるため公害防止協定が締結されたというふうに承知しているところでございます、えー、防衛省といたしましては同協定書の付属資料におきまして 佐賀県が佐賀空港を自衛隊と強要するような考えを有しておらず、自衛隊との強要に伴い、航空施設や空港の運営を変更するような場合には、佐賀県はあらかじめ有明海漁業協同組合と協議する旨、規定されていることは承知しておりますけれども、同協定書の内容についてはお答えする立場に今現在ありません。いいずれにいたしましまても、 佐賀空港への陸自のティルトローター機の配備に際しましては、民間空港としての発展機能を損なわないということを前提に検討を進めるとともに、騒音や安全といった地元の方々のさまざまなご懸念に対しましては、えー、引き続き丁寧な説明を務め、ご理解を得てまいりたいというふうに考えているところでございます。井上聡君、えー、丁寧なな説明と言われてててますが、果たしてそうなってるのかと これはあの佐賀空港が建設計画を発表したあと、ね、のり漁業に対する環境面での非常に大きな心配がありました、ですから、えー、最初の知事の建設表明が1969年で、えー、98年の開港まで約30年かかってるわけですねで、途中、漁業者の反対を受けて、町長が反対表明をしたり、また、えー、臨時議会が漁業者の反対で誘拐するなど、2度の計画の中断があったと。 そういう長い経過がある中で、ですねしかし、まあえー、建設が推星となる中で、反対をされた皆さんもお従わざるをえなくなったと、そういう中で、この協議が行われて、えー、県は佐賀空港を自衛隊と共有するような考えを持ってないと、こういうことが明記をされたわけです、そして、えー、いわゆる事前協議というのが書かれてますけれども、まあ、考えは変わったといって、 やらないように、さらに歯止めをかけたというのが、私はこの覚書の趣旨だったと思うんですね、そういう30年のずっといろんな経過があり、思いがあるものを、ね、今年7月にいきなり申し入れをして、そしてもう予算をですね、概算要求に計上し、そして今、えー、予算編成に合わせて、ですね、一部の党の代表だ、候区の代表だけを集めて説明会を開いて、進めていくんじゃないか。 乗り業者の方はですね、もう種付け始まってるんですよ、もう夜寝る間もないほど忙しくなって、もう来年4月まではその説明会もできないような状況があるわけですね、にもかかわらず、全くそういう経過と当事者を抜きにして、えー、乱暴なやり方で進めると、こういうことは私はやめるべきだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。江戸防衛大臣。お答えいたします。 防衛省といたしましては平成27年度の概算要件におきましてこのティルトローター機能佐賀空港の拠点整備にかかる所要の経費を計上しておりますけれどもこれは 現時点で平成31年度からテュルトローター機の配備を想定していることを踏まえそのための取り組みを遅帯なく進められるように所要の措置をあらかじめ講じておく必要があるというのを考え方によるものでございます、えー、防衛省といたしましてはあの地元の方々のご理解とご協力を得られるように関係自治体ともよく相談をしながら引き続き丁寧な説明に努め可能な限り早期に自衛隊のテュルトローター機等の拠点整備を進めてまいりたいとそのように考えているところでございます 井聡君。まあ、重ねて申し上げますが、乗り業者など、この南川沿いの住民抜きに、ですね、ことを運ぶようなやり方は絶対許されないということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。